皆さんこんにちは、マグです。突然のことなのですが、ちょっとヤバいことが立て続けに起きているようなので急遽動画を作っております。本当にヤバいっすね。ヤバすぎますね。まだご存じない方もいらっしゃるかと思いますので一体何がヤバいのか具体的に説明をいたしますと、1月31日付にて株式会社セガから、カスタマーハラスメントポリシー、なるものが発表されました。カスタマーハラスメントポリシーの詳細につきましては動画の概要欄にもリンクを貼らせていただきますが、よーく読みましたところ早い話がこれって、顧客からセガ従業員等に対してハラスメント被害が続発している、という被害の訴えだと思うんです。何がヤバいかって、営利を目的として一定の計画に従って経済活動を行う経済主体である営利企業、がですよ。顧客に対してハラスメントはやめてください、とお願いすることって、そうそうあることではありません。正直申し上げて、私聞いたことないです。ハラスメントを実行しているのはあくまでも一部の顧客、ということをセガも認識した上で、お客様に対してそれはハラスメントです、と認定したりその方針を公開するというのは、企業としてかなり勇気のいることだと思うんですよね。それをセガが公式に発表したというのは、原因は定かではないですけど、何かよっぽどの異常事態が起きているんだろうな、と考えたわけです。企業がここまで踏み込むって相当ヤバいっすよ。緊急事態と言っても過言ではありません。カスタマーハラスメントポリシーの中で、セガは次のように語られておられます。当社従業員等に対して、社会通念上相当な範囲を超える行為があったと当社が判断した場合、お取引の実施やカスタマーサービスの提供、その他当社サービスの一部、または全部の提供をお断りし、停止させていただくことがございます。さらに、当社が悪質と判断した時には、必要に応じ弁護士、警察、当該行為者に関わる方などに連絡の上、法的措置や刑事手続きを含めた適切な対処を行います。マグチャンネル第一形態管理人の私マグといたしましては、この当社従業員等、の等、の部分に重きを感じましたため、私マグはある一つの決断を下すに至りました。当マグチャンネルにて、セガの発表されたカスタマーハラスメントポリシーに該当、もしくは該当の恐れのある動画は順次非公開対応にしていこうかと思っております。具体的には、以前公開した名越さんをボコボコにぶったたく動画や、その他動画も改めて見直した上で順次非公開としていく対応を行ってまいる予定です。というわけで、今までは普通に公開していたため、動画を引用されたことは追及したりしませんが、今後は内容についての言及及び拡散はお控えくださるようお願いいたします。マグチャンネル視聴者の皆様には私がこの対応を行うことで、せっかくいただいたコメントが非公開になってしまうなど申し訳ない気持ちはありますが、様々な方にご覧いただいているこのチャンネルの管理運営責任者といたしましては、セガが提唱するカスタマーハラスメントポリシーに対して大いに共感し、ハラスメント行為、及びハラスメント行為の助長になりかねない言動は、理由の遺憾を問わず一切これを行わない、そして認めない、という覚悟に至った次第です。視聴者の皆様におかれましては、どうぞ小職のこの決断をご理解いただければ幸いです。そしてもう一点。あっと、その前に最近私の家庭の方が少しバタバタしてしまってまして。息子の子マグちゃんとお嫁ちゃんがコロナ罹患デュエット結成。私も詳しい状況はあまりわかってない、ということを前置きさせていただきますが、何やら広い王子先生の爆弾発言により、セガに批判が集中しているという話を耳にいたしました。騒ぎを知った経緯としましては、私が最初にその様子を目にしたのはツイッターだったかな？前述の通りプライベートで忙しかった私ですが、久々にのんびりとツイッターでも見ようと思いアプリを開いてみたところ、何やらツイッター上が騒がしい。見てみたところ桜大戦、広い、セガ、と共に暴露、炎上、といった物騒なワードがちらほら。そしてその後まとめサイトなどを見てみたのですが、ネット上にはまとめサイトがまあ魚の竹の子のごとく溢れ返っていました。ことの発端としてはそもそも、広い王子先生が出演した何かのイベントだか、生配信だかがあったんですかね？私が見た時には、そのサイトに埋め込まれた映像なのか、音源なのか、詳細はわかりませんがすでにファイルを開くことができなくなっていたのですが、内容についてテキストでの書き起こしが残されておりました。それを読んだところによりますれば、いつの頃か時期はわかりませんが、広い王子先生がセガから呼び出されて、今後桜大戦に二度と関わるな、というような念書を書かされていた、という衝撃の内容が書き起こされていた、ということで知ったわけです。私もこれを見て本当にびっくりしましてね。セガは広い王子先生になんてことを要求するんだ、と激しく憤りました。そして私自身でも後日改めて詳しく調べよう、としていたタイミングで、セガによるカスタマーハラスメントポリシー、の発表が行われたわけです。ですのでこの当時の心境としてはセガに対して、もう激しく憤慨しつつも、努めて冷静に冷静に、と心がけてこの騒動を眺めておりました。まず一つだけ、皆さんにぜひともお伝えしたいのは、現時点において広い王子先生はもちろんのこと、セガを叩いたり侮辱するようなことは絶対にしない方が良いと思います。先に述べたように私自身も最初はセガに対して怒りゲージマックスだったのですが、カスタマーハラスメントポリシーを心がけたことと、もう一つあることをきっかけにして怒りは収まり、非常に納得できる状況になりました。それどころか、怒りを覚えた己自身を恥じる、ということすらできるようになりました。それこそがもう一つのあること、なのですが、私がマグチャンネルを管理運営するにあたりまして、いつも法律の相談をさせてもらってる地元の友達がいまして、そいつから話を聞いたのです。その話によりますれば、広い王子先生がセガに書かされた念書について、
もしかすると著作者人格権不行使特約を結ぶための契約だったのではないか、との話を聞きました。この友達も私の地元では数少ない桜大戦のことが大好きなファンでして、広い王子先生の過去の発言等も熟知している人物なのですが、念書という言葉に違和感を覚えたために考えてみたそうです。それによりますれば、丸一、広い王子先生は過去に桜大戦の権利について、桜の新作を作りたいって人はやり足りないことがあると思う。でもそれはもう俺とは全然関係ないから、桜に関して口出ししないとセガと契約している。というようなことを言われていたはずだ。セガと広い王子先生との間に契約が存在しているのなら、この念書にまつわる話も、単に契約に関する話ではないのか？丸二、だが、もし仮に広い先生ご自身が不満のある契約をセガと結ばれたのなら、それを取り下げる行動を起こせばいいだけの話。しかし前述のようにきちんと契約が存在し、かつずっとその契約が継続してきているという可能性も鑑みれば、広い王子先生は異議申し立て、や反訴、といった行動を起こしていない。念書と聞くと、さも問題がある不穏なイメージを抱きがちだが、多くの人々が問題視しているような取り決めではないのではないか？以上のことを考えたとき、彼の頭の中に著作者人格権不行使特約、が浮かんできたとのことです。結論から先に言えば、もし実際にセガと広い王子先生がこの著作者人格権不行使特約、を結んでいたとしたら、その行為は著作権譲渡における正式な手続きに基づいた極めて真っ当な行為であり、正規の手段を用いたであろうセガが責められる筋合いは一切ないのです。ではここでその著作者人格権不行使特約につきまして軽くご説明しましょう。わかりやすく、セガが広い王子先生に対して桜大戦というゲームの制作を依頼したというケースにてお話ししましょう。ですがこれは何もセガと広い王子先生に限った話ではなく、こういったゲーム開発の場合は制作時の契約書で、完成したゲームの著作権は発注元に移転する、ということをあらかじめ定めておく。もしくは途中から双方話し合いの元に新たに契約を結び移転する、というケースが多いです。こういったいかなる場合であっても、ゲームの著作者人格権はゲームの著作者イコール原作者である広い王子先生に残ります。著作者人格権は、皆さんが想像する版権に該当するような著作権とは異なり譲渡できない権利、であるため、著作権が移転されても著作者人格権は移転しないのです。そのためセガは、ゲームの制作代金を支払った後も著作者、つまり原作者である広い王子先生から、著作者人格権の内容の一つである著作物を無断で修正されない権利、すなわち同一性保持権を主張される可能性が発生します。その昔、コナミのときめきメモリアル、でいきなりラスボスである藤崎しおりから告白されるという状態の、チートパラメータデータが記録されたメモリーカードが販売された事件で、ときめきメモリアルという作品の著作者人格権を保有するコナミが、同一性保持権を侵害された、として勝訴が確定したということがありました。つまり、そうなると結局納品された桜大戦というゲームを広い王子先生の了解なくセガが自社で修正したり、他の制作会社に修正を依頼するといった行為が、セガは発注元であるにもかかわらず一切できなくなってしまいます。このような不都合を避け、納品された著作物今回で言えば桜大戦というゲームを、セガが自由に使えるようにするためには、単に著作権がセガに移転されるだけでなく、制作契約書において著作権移転契約の他に、セガに対し、著作者である広い王子先生が、一定の著作者人格権を行使しないよう特約を結ぶ、ということを明記しておく必要があるのです。だからこそセガは新桜大戦、桜革命といった新たな新作を作ることができましたし、広い王子先生ご自身がいつの間にか作られていた、と語る桜大戦物語、等のスピンオフ作品が発売されたりもしました。さらには広い王子先生ご自身が、僕の目の黒いうちは桜大戦がスパロボに参戦することはない。みたいな発言をされていたにもかかわらず、後部やその他キャラクターたちが、スパロボ30に登場したり、といったことができたわけですね。新桜大戦や桜革命につきましてはゲームの出来栄えはともかくとして、広い王子先生が発言した念書、というものが、もしも著作者人格権を行使しない、という、著作者人格権不行使特約、の契約であった場合、セガには何も落ち度はありません。なので、ここで改めて皆さんにお伝えします。今回の広い王子先生の発言を発端とした騒動に関してセガに対して罵詈雑言を浴びせたり、侮辱したり罵倒したり冒涜したり、といった迷惑行為をかけるのは一切やめましょう。今後似たような事案があった場合には私も過ちを犯さないように心がけます。皆さんもどうかお願いいたしますです。実際、セガと広い王子先生との間でどのようなやり取りがあったのか、ということについて、詳細なことはやはり当事者同士でなければわからないことだと思うんです。今後どんなことが明らかとなるのか、それはもう誰にもわかりません。真相が明らかとなるかもしれないし、ならないかもしれません。あくまでも噂レベルで語り合う分には問題ないかもしれませんが、冒頭でもお伝えした通り、1月31日にセガからカスタマーハラスメントポリシーが発表されてしまうという事態は実際に起きています。このガイドラインの策定が今回の騒ぎと関係あるかどうかはわかりませんが、例の騒動を知った一部の桜大戦ファンが、セガが広い王子先生から桜大戦を奪い取った、強奪した、と思い込んで暴走して、セガに対して伝突した可能性も十分に考えられます。電話でなくても問い合わせメールが山のように届き、それらの対応によって、セガが業務の遂行に支障をきたしてしまうほどに損害を受けている可能性すらあるわけです。
カスタマーハラスメントポリシーの中で瀬川、明確に法的措置や刑事手続きなどの措置を行う、とまで言っています。桜大戦ファンからそのような措置を取られるファンを出したいとは、私は思いません。桜大戦ファンイコール厄介なファン、にしたくありません。少し落ち着いて冷静でいることを心がけた方が、瀬川だけではなく最終的には自分の身を守ることのみならず、桜大戦をも守ることにつながります。ただ、私自身どうにも不思議に思っていたことは確かです。と言いますのも広い王子先生はここ10年近くもの間、桜大戦とは一定の距離を置いているというか、離れているというか、まるで桜大戦に興味がなくなってしまわれたかのようなスタンスだなぁ、と思っていたんです。桜大戦はすでに僕の手を離れた、とか、桜大戦のことを僕に言われても困る、とまでおっしゃっておられましたからね。しかし広い王子先生は今現在少女歌劇団ミモザーヌも手掛けられており、これはもう広い王子先生長年の宿願でもあったことがついに実現したわけですから。そっちの方が忙しくて桜大戦に限らずゲームクリエイトに関しては手が回らないほど忙しいのだろう、と思っていました。今回の念書、につきましてもそもそも広い王子先生はご自身で考え、納得して、そして決断した上でセガに念書を書いているわけですから、セガと広い王子先生との間で交わされた契約内容について、外野である人間がとやかく言う資格も権利もありません。ましてや不確かな情報や一方の情報だけでセガを攻撃するなど言語道断です。以前の動画でお話ししましたが、私自身はもし仮にセガが桜大戦の新作を開発することについて、やる気を失っている、ということであれば、それも仕方ないと最近では思うようになっています。セガとしてもボランティアではなくビジネスとしてゲームを作っているわけですから、何が何でも利益を出さなくてはならないわけです。そして新桜大戦がセガの想定していた通りには売れなかったとなれば、新作を出しても売れる見込みが立たないために開発することはできない、と考えるのも至極当然なわけで、その思いや事情というものも十分に理解できるのです。確かに舞台新桜大戦を最後まで公演してほしい、新桜大戦2を開発してほしい、という願いは私自身も持ってますし、応援もします。しかし、こういったことを実現するのにもとにかく金がかかるんですよね。それも我々のような一般の人間からは想像もつかないほど多額の、大量の金が、こういった状況では、セガも会社として迂闊な動きは取れないわけです。セガにも大勢の従業員や、出資している株主がいるわけですから、早く新作を出してくれ、と要望を出す分には構わないと思いますが、セガがなかなか実行に移さないことに腹を立ててセガ側の事情や理由、状況をおもんばかることもなく、セガはやる気を失っている、セガは桜大戦ファンのことをないがしろにしている。とわざわざことを荒立てて、セガやその従業員たちに対して誹謗中傷を浴びせて騒ぎ立てるのは、あまりにも身勝手というものだと思います。誰かが言っていましたが、そもそも4年もの間新桜大戦の続編に関する情報が何も出ない、という今の状況こそが、すべてを雄弁に物語っているわけです。でも少なくともセガは、15年もの長い間の沈黙を破り、新桜大戦という最新ナンバリングタイトルを出してくれました。以前私が作った妄想動画の中でネイマールに発言させていますが、このことに対しては今でも本当に心の底から感謝しています。話を元に戻しますと、今回の騒動で一番被害を受けているのは間違いなくセガ、そして広い王子先生です。これが理由で広い王子先生とセガの間に深刻な亀裂が生じてしまって、桜大戦というコンテンツが完全に終了。そして桜大戦は触れるのも厄介なコンテンツだと業界内で広まって滅び去っていくのみ、となってしまうということが私は一番悲しく、そして不安です。以前東京大戦の発表の時に、現場には広い王子先生の他にも、セガの桜大戦関係者たちが出席していたというネット記事を読みましたし、今現在のセガと広い王子先生の関係性は悪くないのではないか、と個人的には思います。もし広い王子先生がセガの人間から、今後は桜大戦に二度と関わるな。と迫られた上、もしも念書を書くことを無理やり強要されるような最悪のやり方をされていたとしたならば、劇、帝国歌劇団新章、の作詞を広い王子先生は引き受けてくれるでしょうか？いな、断じていなです。しかし今回の騒ぎがきっかけになって、もし両者の関係が完全にぶっ壊れてしまったとしたらこれは由々しき事態です。今度こそ、本当に今度こそ桜大戦が完全に死んでしまいます。私はそれが心配でなりません。となると、返す返すも広い王子先生の話がネットに拡散してしまったことが残念で仕方ありません。なぜ誰もが視聴可能という無防備な状態でネットに上げられるなどという、とんでもない大失態が起きたのでしょうか？これほどまでにセンシティブな発言が行われた証拠に足る映像、ないしは音源が広まったことによってセガが叩かれていますし、もしかするとこの騒ぎは広い王子先生すらも巻き込んでいる恐れがあるわけですから、私が思うにそもそもの原因は拡散した人物というよりも、そんなヤバいデータを誰もが見れる、聞けるという環境へ無造作に公開していた側だと思います。広い王子先生の発言がされたのが何かのイベントなのか生配信番組なのかわかりませんが、なぜ悪意を持った連中に利用される危険性がある、ということを前提に運営されなかったのでしょうか？ネット環境とは常に誰かが誰かを陥れてやろう、と虎視眈々と獲物を狙っている。血塗られたレッドオーシャンなのですから、あまりにも危機感が足りなすぎると言わざるを得ません。ということを、もし被災者の方がいるのであればぜひともご理解いただきたいです。結果的には広い王子先生の暴露話が勝手に引用されて拡散されてしまったことにより、セガのみならず広い王子先生をも窮地に陥れるに等しい行いがされてしまったわけですから、
本当になんてことをしてくれたんだ、と、私は拡散した人物はもちろん当然のことですが、むしろ公開した側に対して怒っています。セガが策定しているカスタマーハラスメントポリシーのガイドラインを見るに、今回の騒ぎを含む一連のセガへのハラスメント行為に対して、セガはガチで大激怒しているというのが伝わってきます。普段はのんびりゆったりとしているセガをここまで怒らせるって、なかなかですよ。どうかセガに対して侮辱、罵倒、罵詈雑言を浴びせるといった行為は慎んでいただけるよう、私からも切にお願いいたします。私自身も己を律していきたいと考えています。私マグを含め桜大戦を愛する皆さん、どうかご理解のほど、何卒お願い申し上げます。まとめますと、今回の騒ぎでは広い王子先生の暴露話を拡散した人間がクズであることは疑いようもない事実ではあるのですが、不特定多数の人間が視聴できてしまう状態にしてしまったのは、公開した主催側の責任も大いに問われることになると思います。そして何度も繰り返してしまって申し訳ないのですが、今ここでセガを叩くという行為は、ひいては広い王子先生をも叩くことにつながってしまう。ということであるため、どうか冷静に、そしてクールに行きましょう。広い王子先生もこのような騒ぎは決して望んでいたわけではないはずです。それにしても、なぜ広い王子先生は今になってこのようなことを急に暴露されたんでしょうかね？先ほど私はセガと広い王子先生の関係は悪いとは思えないということを申し上げましたが、実は我々外部の人間からは全く見えないところでセガと広い王子先生は揉めていて、腹に据えかねていたのでしょうか？やはり例の念書とやらには納得してなかったのでしょうか？それをつい愚痴っぽくなってポロッと話してしまったのでしょうか？わかりません。さらに最大の謎なのが、今まではセガとの契約というか例の念書を守って桜大戦とは距離を置き、桜大戦についてほとんど語ることもなかった広い王子先生が、なぜ今になって口を開いたのか、ということです。今までは話せなかったけど、話せるようになった理由があるのでしょうか？このようなことを話してしまって、広い王子先生は大丈夫なのでしょうか？これ系の暴露話はたまに聞きますが、桜大戦という超人気 IP コンテンツの生みの親である広い王子先生がこのような暴露話をしたとなると、インパクトが半端ではないです。ご自身の発言によってセガ、そしてご自身、暴露した場所、いろいろなところに多大なる影響が出ることは必至です。あるいはつい最近になって、ようやく念書の効力が切れたのか？いずれにしても真相はやぶの中であり、知る由もありません。もしかすると広い王子先生は桜大戦を自分の手に取り戻したいのかな？どうなんでしょうね。最後に一つだけ良い情報を。以前お伝えした、外国人ブロガーによる桜大戦に新作の動きあり、という話につきまして、まだ確定したわけでもないですし、セガから公式に発表が行われたというわけではないですが、この外国人ブロガーが紹介する記事は角度が高いことで有名、だそうです。もちろんたまには情報を外したりすることもあるそうですが、それよりも的中させることの方が全然多いとかで、本国アメリカでは一定の評価を受けており、ファンもいるそうです。なので、もしかするとそう遠くないうちにセガの方から桜大戦について何かしらの発表があるかもしれませんので、それを楽しみに待ちましょう。頑張れセガ。本日は最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。